いやちゃよ、ライジョンの相談で今日もやっていくんですけど、今日はね、ウォールブレイカーデッキやっていきたいと思います。で、ウォールブレイカーのポイントなんですけどね、もともとここは吹き矢だったのかな、うん、なんですけど、吹き矢じゃなくてね、まあ、マジアチャになっていて、大型スペルがない感じですね。で、このデッキでね、グロ上位にね、いるかな、ね、めちゃくちゃね、多いんですよね。わかんない、これ辺。ここら辺いないかな、ここら辺いないってことでね。でも本当、あ、ここら辺、はい、ベンザー、あと黒子、あー、まあここら辺もね似たようなデッキですね。まあこういう感じのデッキが流行っていて、まあ吹き矢型か、吹き矢型これですね。で、マジアチャ型、こっちがベンザーということで、まあね、めちゃくちゃこのデッキ今上位に多いです。で、理由はエリゴレにも勝てるのと、多分ボルブレイカーミラーにも勝てるですね。で、あとは、まあ、普通のね、まあ、ゴレとかジャイとかにも、まあ、ボムターとかマジアチャーリー、まあ、高回転でね、ボールブレイカー、コウモリで崩しやすいっていう感じで、結構ね、完成度が高いデッキになってます。ということで、今日ね、トロフィー500ぐらいバッバッパーンってあげたんですけど、そんな感じで、今日もマルチやっていきたいと思います。結構ね、今ね、上がってきてるんでね、勝ちたいな。66ぐらいいきたいですね、66ぐらい。で、3戦でも3戦しかやらないって俺も誓ってるんで、はい。3連勝したら3戦しかやらないってね、もう誓ってるんで。いや、全然マッチングしないじゃん。そんな上位じゃないんだけどな、今。しかも、マルチ序盤だから、みんなガンガン潜ってるはずなんだけど、全然マッチングしない。なんでーん、来た。スマカレレレレレレ。はい、行きまーす。とりあえずね、初手はディガボールブレイカーとかね、バシバシやっちゃっていいっすね。トルネ全然いないんで、後ろに投げて、ウォールブレイカーパッパッパーンと。で、ここら辺にね、はい、アイスピとかでリガを拾ってくるやつを、んな、あー。つらー。つらー。これだって、めちゃくちゃつらいんだけど。これしかも、どうせ、バルーンなんですよ、これ。ってことは、マジアチャを使って、はい。ワンチャンバルーンが飛んでくる。コウモリも使ったんで、ね、はい、飛んでこない。ということで、多分バルーンなんですよね、これが。ああ。渋。ゲロ渋っすね。ああ。めちゃくちゃ渋いな、これ。よいしょ。どうしよっかな、これ。うん。よいしょ。まあ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 、これでね、ギリ抑えられましょうと。はい、で、こんな感じで、あ、まあ、放置でいいかな。これもワルキリーとか切ってくれたら美味しいけどね。リガ。リガを切ってくるんだ。はい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 。で、持って、マスケとかで受けてあげて、ここに、うわー。でか、つなげてあげると。ウッドまで添えて。あー、バルキリーをそっちにも切るんだ。ファルチェ切って逆サイにもバルキリーを切るって結構珍しいパターンなんですけど、うーんって感じですね。よいしょ。あ、やばい。ルート強制しないから寄るか。あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。ねい。オッケー。ワンチャンザップ。撃たれたら。やだー。危ない。やめろ。やめろ。やめろ。オッケー。オッケー。オッケー。危ない。危ない。で、ディガーを飛ばしていき。で、これね、逆サイね、単体やってもね、スケア、アイスピー、もうすべて。スケアでも守られるし、アイスピーでも守られるし、もうザップだけでも守られるしね、すべてで守られるですね。もう一番のね、このデッキの一番のメタデッキまである。なんですけどね。なんですけどね。まあまあまあ、バルキリーを切ったので、まあ、ジャーチャーをつけて、いや、これむずっ。バチクソむずいんだけど。どうすっかな、これ。まあ、スケからのザップとか来そうなんで、ウッド打っていきます。よいしょー、なー、これ延命するよ、俺は。一味違うからね、俺は。よし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 。オッケーオッケーオッケー。崩してる崩してる。めちゃくちゃ崩してる。いいよ。あ、でもこれ、ザップで餌食になる。やめてー、死なない。死なない。来た来た、バーン、うーん。まあ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 。で、これね、ケツマジアチャいいんですよ。施設でね、寄せちゃってね、いけちゃうんでね、これは。はい。オッケー。よいしょ。あれ、よいしょ。でーん、はい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 。
もうね、防衛してるうちに入っちゃってるんでね。で、これね、さっさかね、回していかないとね、いけないんで、逆サイ攻められちゃうとね、終わっちゃうんでね。これ回るかな、ちゃんと。はい、ふい、いや、いいですね。めちゃくちゃいい攻めができた。よし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 。まあ、攻め、守りだけにね、集中してる。絶対に守れるんで、もう最低限守りながら、今みたいに、ね、守りながら攻めるっていうのをやると、やっぱ、ウォールブレイカーっていうのはね、ぶっ壊れカードなので、その2エリア以上で絶対に使わせることができるんですよ。そうなんで、ディガーウォールブレイカーだと相手はね、結構大変。守るのが大変。ウォールブレイカーそこそこヒットポイント高いんで、そうなんですよね。うん。アイスピーザップじゃ死なないんですよ、ウォールブレイカーが。で、トルネザップ、ん?トルネアイスピーでも死なないんで、トルネザップだったら死ぬんですけどね。でもそっちに使ったらコウモリ無双されちゃうんで、バルーンにどっちかを使わなきゃいけないみたいな、ね。そういうデッキになってます。いえ。いいよ。結構いい。結構いい感じですよ、という感じなんですけど。いやー、なんかね、強いデッキはやっぱ生まれますね。いやー、でもね、チナね、もう明日、クララリーグの、もうね、プレーオフ始まるんですけど、あんまね、形式も理解してない人もね、結構いると思うんで、もしね、理解しなかったらね、この動画終わった後にね、一応説明しようかなと思います。なので、もし今すぐ知りたいって方はね、もうそこまでパーンって飛ばしちゃってくれてもいいですね。俺がもう忘れないことを祈ってる、今、忘れたらね、いや、お前説明するって言ったやんけ、つって、それは忘れちゃあかんやろって、めっちゃ叩かれるから。よいしょ。いやー、打ってもいいんだけどねー。よいしょ。やーば。そりゃやばい。だーっばばばばば。いやー、もうなんか食らいすぎなんだよ、マジで。なんですかねー、これねー。とりあえずスパーキーが来るんで、来る前に、ウォールブレイカーで削っていきたいですね。まあ、多分、大きめのカードが、お、来た、これがごめん、沈め、べーん、あざます、ありがとうと。いや、今おったら危ない。これね、スパーキーデッキね、ちょっと相性悪いんですよね。なぜなら、そのリセット系、ザップとかエレキがいないんでね、ちょっと終盤、序盤は多分、こうやって有利な交換ができるんですけど、終盤ね、逆に相手重いカードしかないから、終盤その、スパーキーの前になんか、でけえのつけられて、みたいな。多分結構ゴリゴリなえぐい形作られるんですよね。だから今回はもう攻めカードもないんで一回防衛に集中という感じですね。でもレイジってことはね、なんだろうな、ジャイですよね、そりゃ。それジャイだと思ってましたけども、ウェブを当てて、あ、やばい、やめろー、もう最悪だわ、マジでもう。あー、なんで?なんでそうなんの?いやーこれさー、きつっ。マジかよ。でもザップ使ったんでね、やつらは。オッケー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 。いけ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 。ザップ回んな、ザップ回んな。いけいけいけ。よいしょー、センキュー。オッケー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 。センキュー。まだまだまだ、まだ参る、まだ参る。よいしょ。おー、それはもう。いやでも。いやでもなーって感じですね。ぶっ飛ばして2周目の。いやー、2周目ウッドでいきますね、あれは。いや、ここで攻めに転ずるのはちょっと良くない気がするな。オッケー、これスパーキーからいける。オッケー、センキュー、いいよ、めちゃくちゃいい。あー、これ間違えて延命すればよかった、もったいねー。いけ、残れ、オッケー、センキュー。これね、キングいけるんですよね、実は。キングを、ディガポイって普通キングいけないじゃないですか。なんですけどね、このデッキね、てか、ウォールブレイカーが火力ありすぎて、キングまでね、持っていける火力があるんですよね。そう。なんでね、全然ウォールブレイカーでも、キング11になったら、ちょっとね、キング攻めにくいなって思う人ね、めちゃくちゃいると思うんですけど、このデッキ全然キングいけます。キングいってるんですけどね、さっきから。よいしょよいしょ。いや、あー、やばい、お前が死ぬのは違うって。あー、まあ。よいしょ。これだけでね、結構キングに圧かけれます。
いけ、いけ、バーン、バーン、オッケー、オッケー、オッケー、いいよ。やばい、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 まあでも、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 でもいいよ。やばい、やめろ、やめろ、撃つな、撃つな、なんでー、やめろ、お前は、オッケー、いや、これはいい。ガゴムレしかいないから、結構いい。結構いいぞ。結構いい。結構いいぞ。オッケー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 。ここでボムタワー。よいこげーという感じで、全然防衛しか見てなかったんですけどね。全然防衛しか見てなかったけど。結構いいですね。守ってれば、攻めながら守って、守りに集中すれば落ちるっていうね。でも結構難しいんですけど。あれ今トロプラスされた？あ、ちょっと待って、キャンセル押せないし。全然キャンセル押せないし。まあいいけど。トロプラスされたかな今。あ、された。あ、されてるされてる。オッケーオッケー、いいよ。いい感じですね。やっぱいいですね。ボムタワーがね、ボムタワーなんか全部のカードがめちゃくちゃ強いって、まあボールブレイカーだけですね。めちゃくちゃ強いな。なんですけど、なんかちょっとずつね、マジアチャもバルキリーもスケもコウモリも、ウッドもなんかボムタワーもね、ちょっとずついい味出してる。で、ボムタワーがぶっ壊れ、ボムタワーじゃねえわ。ウォールブレイカーがね、まあ、ぶっ壊れみたいな感じなんですけどね。そう、なんでね、結構ね、強いっすね、やっぱ。今ね、ディガーデッキがめちゃくちゃ増えてますね。前シーズンとね、全くもって違いますね。うん、前シーズンはね、トリトンカーニバルだったんで、ディガーがね、やっぱ、てか、なんだろう、ディガーも、トリトンでね、一発だけ抑えられちゃうんですよ。結局、どこに出しても、トリトンピョって引っ張って、ディガー見た瞬間に出せば、一発で抑えられちゃうんですよね。そう、だから、ディガーもね、頑張って投げてんのに、一発しか入らないから、つってもうやってらんねえよ、つってね、ディガー使いが全くいなかったんですよ、前シーズン。ロイジャイとかばっかだったし、そうそうそう。なんで、ね、もう、ディガー白液とかね、全くいなかったんですよね。で、今シーズンもね、多分、でも今シーズンはトリトンがあんまりいないんで、逆にもう、なんかディガーが多いですね、上。なんかボムタワーバルーンディガーとか、こういう、なんか細かい系ディガーとか、あ、マスケット同棲出しちゃった。いけ、いけ、まあ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 。とりあえず、これで、バチコン打ってもらって、マスケザップでしょ？マスケザップってことは、バルーンかな？バルーンか、あー、めんど、マジ？終わったんだが、それ。俺の時代。いや、マジで、だるいわ。どうしよう。これさ、ボムタワーとかさ、先置きしたいんだけど、先置きするとね、ぶっ壊れちゃうんですよね、こいつ。そうなんで、とりあえず、街からの、これ、動いてきたら、オッケーオッケーオッケー。いやー、お前だけは撃つな。オッケーオッケーオッケー。なんで？なんでや？オッケーオッケーオッケー。でもいい、でもいい、でもいい、でもいい。いいよ。せい！オッケーオッケー。これは決まれ、決まれ、決まれ。半分ぐらい持ってけ。あー。オッケーオッケー。これで、こっちはマスケをウッドだけで処理して、いいね。4アド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 一発 OK。 これで小さい呪文があるんですよね。でスパーキー見た瞬間に、どうさえでもよかったかな。これ気をされちゃうかワンチャン。スケだけ、スケだけとかマジで勘弁してほしい。あーマジ勘弁、マジ勘弁。スケ強すぎ、解放してほしい。ボムタワーつけて、なるほど。でこいつがボムタワー打ってからですね。なんで？いやマジで。いやもうさ、このダメージを防ぐためにディガー使うのが痛すぎるわ。でもザップ使ったもんな。マジそんなことある？えい、入った。ああ、やばい。エリア終わった。マジでエリア増えすぎー。ああ、やばい。これだってさ、先にファイブ打ってもらわないと、こちら的には困るわけですわね。オッケー。
やめろー、やめてくれー、頼む頼むからー、なんでなんでねえスパーキー、なんでこんな弾くんだって。あー、これあれですね、あれですね、相手が攻めるサイド変えたんすよ。その時に俺も攻めるサイドをね変えなきゃいけなかった。で、今さっきとね違うのは、同サイを攻めちゃってたから、なんかね、そのあれだったっすね、今同サイを攻めちゃってたんで、その攻めながら守るっていうのができなかったんですよね。もう攻めてから守りに集中するみたいな感じになってたんで、攻めのターン守りのターンがはっきりしちゃってたんですね。だから相手も結構ぶっぱしやすくなっちゃって、そうだからもう相手がこっちのサイドに切り替えてきた瞬間にカウンターで同サイド行くんじゃなくて、多分その逆サイドを行くべきだったですね。スパーキー、ケツスパーキーされてからもう逆サイド振って、で相手がまた逆に展開するようにして、また逆に戻るみたいな、多分そういう立ち回りをすれば相手も結構苦しかったと思うんですけど、ちょっとあれですね、同サイドに振りすぎちゃったなっていうのが反省ですね。よろしく、よいしょ。オッケーオッケー、まあ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 、オッケーオッケー。エレキとユキ切ったらこれが相当だるいはず。ラム、ラムちゃんですか。これユニットで守ってあげて、よいしょ、はいはいはい、まあ一発はしゃーなしっすね。でこれね、多分だけどエレキぐらいしかいないはずなんで、ディガーまで飛ばして、そんな技が、やばい、これは待って、あーやばい、一番スルーター最悪だ、うわー終わったー、あーちょっと待って、ここで鬱陶裂くべきかコウモリを裂くべきか審議。相手は雪玉があるのでコウモリを裂きます。雪玉を腐らせる、はい。でですね、これはねちょっとつらいねって感じなんですけど、まあ、左ケツマジアチかな。うーん、左ケツ出して、これワンチャンライトニング来るんで、ボムタワーを、まあ、ちょっと待って、これ寄せないとやばい、うれ、あーですよね、ですよね、はい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 。なん でこれでディガーと、あ、これさっきやってた人がね、やってた技があるんですよ。これで、こっちにディガーをここで飛ばして、両サイドだけ取れる位置でね、こうやってやると、こっちに1個の呪文しか使わないみたいな。で、あ、そう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 。で、こういう感じで、もう1個ね、もう1個、そっちの竹も取ってるやんっつって、もう1個、裂いてくれるんですよ、カードを。で、こうやってペース持っていけるっていうね、技をね、さっきやられたんですよね、俺。で、うめえと思って、ちょっと真似しちゃったっすね。オッケーオッケーオッケー。これどうせ言うの飛んでくるんで、ここら辺にペタってつけてあげて。オッケーオッケー。で、ここで。雪玉。オッケー。それはこっちに雪玉かエレキを裂くはずなので。よいしょ。まあ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 。これ結構来てますね。今、サンスペ一気に裂いたんで。いやー、そこにライト打ったんかい。いや、待って、これ攻めすぎかも。ワンチャンエレキ来るけど、気合で耐えてくんねえかなと思ったけど。いやー、やばい。ちょっとやばいっすね。でも相手も逆にライトぐらいでしか削れないから、ここでですよね。ここで、俺は逆に行くべきなんですよね。で、これでライトニングとかが来るから、ここですよね。ここで行くか。行かないかをわきまえてくー、頼む、耐えてー、耐えてくれ、これ耐えれば、これ耐えれば、いやー一発で散った、いやーマジか、やべ、雪ライトで落ちるか、これ落ちるな、雪ライトで落ちる圏内なんだよな、やばいやばいやばい、頼む、あーもう、あー2勝2敗ですか、これもしかして。ちょっとね、泣きのおかわり行きたいとこなんですけど、
アップに時間がかかってしまう。今は夜遅いんで、しゃあなしでここは耐えることとします。はい、ということで、ね、あれですね、さっき飛ばしてくれた人用に、さっき言ったその昨日明日のね、方式なんですけど、今回はね、普通の単純なトーナメントじゃなくて、ね、ウィナーズとルーザーズっていうのがあって、来週ね、そのウィナーズとルーザーズの、勝者が当たるそのトーナメントがあるんですよ。なんで、今週は、とりあえず最初、負けたら終わりですね。で、勝ったら2戦やるっていう感じで、初戦 OGA なんですけど、勝ったら、もう1戦、サンドボックスとキックスの勝った方と戦うって感じなんですね。で、負けたら、その日はもう1試合だけ終わりで、次の週に、2戦やるみたいな感じですね。はい。なんで、そうですね、もうそろそろね、本当に終盤なんで、でとりあえずしかも勝った方は、アドバンテージもあって、もしね、ルーザーズその負けた方からね上がってきた方と戦って、もし、2連勝した後に1敗したとしても、もう1回ね戦うチャンスがあるっていうことで、そう、勝ち抜きだけを最後のねキングオブザヒルあるじゃないですか、3対3のあれをもう一度だけやって、その勝者を決めるっていう感じなんで、めちゃくちゃね勝った方が有利に進めるトーナメントなんですよ。ただ今までみたいに負けたら一発終わりじゃなくて、負けた側にも、まあ、敗者復活的なね、あれがありますよっていうシステムなんで、結構面白いんじゃないかなと、個人的には思ってます。なんでね、明日、ちょっと待って、俺さ、聞いてください。なんでこのルールを説明した、しようとね、したかっていうと、それをね、さっきね、それにつなげて何かを話そうとしたんですけど、忘れちゃった、そっちを。なんで単純にルール解説マンになっちゃったんですけど。まあまあまあ、そんな感じでね、まあ、今のね説明で一人でも多く分かってもらえればね、まあ良き良きですねという感じでね、はい。でついにもう明日、来るんでね、バチバチに仕上げたね、ポノス対、OGN ですね、しっかりね見ていただければ嬉しいですので、今日も、動画上げてきたんですけど、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わりにと思います。バイバーイ。